電車で GO 名古屋鉄道編、今回名古屋本線を急行3700系で進めます。初級だって。表示板の持ち時間の数字がね、いつもと違ってくるからね、僕いつもの方が好きなんですけどね。すいませんでした。60ですね。まあ大したことじゃないね。速度制限標識は解除されるまで守ります。60になったら惰性走行かな。ご乗車ありがとうございます。でも70ですけど、70に加速する前に制限解除なんてあんま関係ないですね。時速80キロです。じゃあ90キロ目安で走ります。スピード車のスピードね、やっぱね、その分ブレーキを早くするっていう感じで。さあ87キロブレーキ、止まる、すげー止まる。え、左高停車、止まるね。あと20秒ある。じゃあ制限60。制限60。まあ大したことじゃないね。加速速いな。60あったら、なんちゅうの、惰性走行で進行、いいですね。次は2つ入りに。さっき10秒装着したんですけど、一応注意信号はないということで、これ制限50いきます。進行で、このバッグなんだこれ、制限解除か、これ。あ、警笛でした。これ制限35となってます。場内注意、まもなく2つ入りです。お出口は左側です。2つ入りの次は塚口に止まります。ちょっと追いつかないですか。停車。あ、ちょうどいいぐらいか。止まるか、これどんぐらい止まるんだ。手がムカつく。止まるな。どうだ。45さん、まもなく塚口です。場内注意、新一宮新宿方面はこの左です。お出口は右側です。開く扉にご注意ください。急行で参りましたが、これより普通に変わります。はい、っていう感じで、お忘れ物、落とし物ないようにご指定しております。確定は45キロ、200m 前ですね。塚口停車。注意信号があるんであんま関係ないと思います。どっちにしろ、手がムカつく。おお、ブレーキ使わない。この BGM は好きかもしれない。基本的には止まるだけで OK ですね。ブレーキも効くし、パソコンもいいし、僕は運転しやすいと。で、多分ブレーキ効くんで、信号を見てからブレーキと、信号を見てからブレーキと、普通に間に合うと思うので、大丈夫と思いますよ。
ていう感じですね。